良い人だと思って付き合ったら、とんでもないクソ男だった。世間ではよく聞く話ではあるが、今回一致と交際していた男は史上類を見ないほど最低なクズ男だった。私20大学生元彼21位学生。出会い一昨年の夏にバイト先で元彼の友人と知り合う。その友人を介して元彼と知り合う。夏に知り合ったもののお互いバイト勉強忙しく、秋に久しぶりに LINE したことでお互いが気になり出す。向こうにとってはダメ元ということだったらしいが、一昨年の秋元彼からの猛アピール開始。誰とも付き合っていなかった私は勉強バイト以外の時間の楽しみの一つとして元彼とのやりとりを楽しむようになった。こっちからは誘わずメールもせず、来たら返す。でも毎日来るから毎日メールや電話のやりとりが続いて、気がつけばそれが当たり前になっていた。一昨年の冬告られ付き合うことになった。元彼から合鍵を渡してきて、バイトのない日や週末はご飯を作ったりした。ただし、一昨年の間は泊まったことはないし、行為もしてない。一度そういう雰囲気になりそうになったが何もされず、その年末年始バイト休みで勉強もなく、初詣ツアー計画をして、一泊二日の旅をする。元彼の親の紹介で、直前なのにいい宿が取れて温泉にも入る。その年末年始の続き年越しで初行為する。もともとそうなるだろうと予感はあった。お互い慣れてないので、お互いそんなに気持ちよくなれなかったと思う。夜と朝と一回ずつして両方ともヒミングはつけた。去年の初め頃バイト帰りも元彼宅に直行の日が増える。アウドまで行かなくても2回に1回は行為するようになる。必ずヒミングをつける。こっちから言わなくても必ずつけてくれた。去年の2月お互いに行為が気持ちよくなってくる。元彼は学校以外出かけようとしなくなり、こっちにもバイトやめろと言い出す。この頃から束縛めいた兆候が現れていた。去年の2月の終わり元彼がヒミングをつけないでしようとする。拒否して3日間喧嘩になる。妊娠が怖かったし、医学生の分際で床の頃からこっちは少し冷め始める。仲直り後もヒミングをしてもこっちは行為が楽しくないことが増える。去年の3月事件が起こる。元彼が事前に穴を開けたヒミングを使い、中に漏れる。当時恋と知らずお互い慌てる。元彼も演技で慌てる。去年の3月の続き幸い妊娠せず、ヒミングの空気たまりを確認するようになる。行為はもうほとんどこっちは義務でやっている。拒否られるとストレスが溜まるという元彼の言いなりになっている部分もあった。この頃もヒミング穴事件の元彼の恋には気づかず、去年の4月ヒミング穴事件再び。方法は、お互い確認した後に元彼が爪で破っていた。先に書いておくと、元彼は興奮のために女性を妊娠させてみたい願望があっただけで、結婚願望や実際その後どうなるかなど深い考えはなくやっている。去年の4月の続きここでアフターピルを使わなかったことを今でも後悔する。前回というか3月に大丈夫だったこともあり、今回も漏れてないという元彼の言葉を信じて実際は2日溜めた精液をフル放出したシャワーでよく洗っただけで済ませてしまう。検査もしなきゃと思いつつせずにそのまま過ごす。去年の5月予定日に生理が来ないがもともと不順なのとバイト激務が重なり、妊娠の可能性は頭をよぎらず。この頃、元彼との反動性が元彼親に知れ、元彼親と挨拶して少し仲良くなる。去年の6月今まで一番遅れて25日だった生理が1ヶ月経っても来なく、やっとまさかという思いが芽生える。何をしても気が乗らず、月末に元彼に心配だという。元彼はもう少し待ってから検査薬を使うことを考えようと答える。去年の7月元彼親とたまに会っても楽しく話せなくなる。この方々が義理親になるのかなどと頭をよぎり、世間話も全然頭に入ってこなくなる。元彼の説得によって伸ばし伸ばしにされていた検査薬。だったら一人の時に使うと言ったらやっと分かってくれ。月半ばのその日、ついに検査する。結果、妊娠した妊娠させたい願望があって細工した堕胎してくれ金は大丈夫堕胎なんて考えられない人生終わった、俺を殺してくれ。こっちは2週間くらいこの結果を予想していて、実際にこの結果が出てもやっぱりという思い。元彼はパニック。まず第一声が、大丈夫。産んでもらうことはできないけど、下ろす時はついていくし、お金も大丈夫。大丈夫と何度も言いつつ顔面ブルー、歯が頭にカチカチ言う。元彼泣き出す。妊娠させたい願望とヒミング穴恋を勝手に白状。嘘だよねという思いと、ひどいという思い。もちろんその2回、年には年をでアフターピル使わなかった自分にも腹が立ち、元彼だけを責めきれず。でも、出来た以上下ろしたくない。元彼は下ろす以外ないとの考え。こっちは出来た以上は下ろすことは考えられない。元彼は下ろしてくれないなら責任を取るのは難しくなると言い出す。こっちは休学してもいいから産んで、元彼が自立するのを待つという。元彼はそんな未来のことは考えていないからなおさらパニックになる。終わったもう終わったと言い出す。
その日は元彼宅に泊まるも行為なし、ほとんど眠れず。翌日は夏休みでバイトもなく休みだが、ほとんど何も喋らずに部屋で二人で過ごす。ほとんど喋らず過ごしたその日の夜、元彼が何が望みなのかと言い出す。こっちには望みなんてなかった。あるとしたら普通に恋人でいればよかった。でも今は違う。一つの生命がもういるんだから、それは消したくない。何のために医学の勉強してるの？一つでも多くの命を救ったり長らえたりするためじゃないの？でもこれ以上責められても辛いよね。とにかく下ろすことは考えられないとこっちの意見を言う。元彼は、今のこと一つのこと産む下ろすですら意見が合わない。これから意見が合わない可能性の高いこっちとやっていく自信がない。下ろす手伝いはするし金も出す。でもお互いのために他の誰かに言うのはやめよう。下ろした人だよ、下ろさせた人だよと一生心の中で思われながら暮らすより、誰にも言わない方がいいという。そのままの気持ちかもしれなかったが、こっちにとってはただの保身に思えた。納得できなかったが、こっちも今は熱くなりすぎてて冷静じゃないと思って、もう一泊眠れない夜を過ごして翌朝帰宅。頭を冷やして考える。さらにその翌日、元彼宅に行く。元彼は下ろす方法や手順、必要事項などを調べ上げていた。プラス変な条件を提示してくる。下ろすならこれからも付き合える。下ろさないなら別れる。こっちはこっちで考えを述べる。何がどうなるにしても、産むことだけは決めた。もうすでに生命を預かっている母として決めた。だから別れるしかないねと。元彼の変な条件提示。別れることに同意する代わりに、下ろした話は他人にしない。俺もそっちの周りに言いふらしたりしない。これに同意してくれ。それできっぱり別れると、こっちの思いは全く違う。この子の親はあの人です。でも役あって一人で育てていますと堂々と誰にでも言いたい。あなたの親にも、あなたの友達にも、あなたの思い通りに妊娠させられました。何としても認知だけはしてもらいます。もしあなた方の誰かと結婚するにしても、その相手の女性にも遺産分割について説明だけはさせてもらいます。あなたのお子さんをお大事に、ただお金の話は先にしっかりしておきましょうと。私はたとえ貧乏になっても生きていきますが、私の子供の権利だけは必ず勝ち取ります。こっち実家もそこそこ裕福なので経済的な心配の実感はないものの、その邪魔は誰にもさせないとの思いを伝える。子供使って仕返ししたいように見える。元彼、方針。泣き出す。悪人になりたくない。そっちを恨みたくない。解放してくれ。本当に悪かった。でも育てられない。今回の生命は残念だけど、これからたくさんの生命を救っていく。だから今回の生命は大事だけど諦めてくれ。手術も一番痛くないところを探すし、人手にも払わなくていい。だから産むことはやめてくれ。第三者ならこれだけ謝っているのにと思えたかもしれないが、当人としては許す気になれず。なんでそんなに産みたいのかわからん。こっち実家もそこそこ裕福なので経済的な心配の実感はないものの、この一言で同情する気が一気にゼロなった貧乏人は挙手。裁判したら勝つでしょ。もう一回自白させて隠し取りすればOK。こっちはもう何と言われても産む。この先本当にこっちといる気がないのか、脅し抜きの言葉を聞かせてほしいと伝える。元彼、今は一緒の未来は考えられない。3日待ってくれ。3日なら体内にも影響しない。3日待つことにする。ただし、何がどうなるにしても、双方の両親には絶対に報告すると伝える。保険証のことを考えてもどうやっても黙っているつもりはないことも伝える。7月じゃもう4ヶ月くらいか。その彼やばそうだから殺されないようにマジで気をつけてよ。元彼にとっての最後の切り札を出す。もう終わった、俺の人生終わった。もう何日も勉強手につかない。この先誰とも幸せになれない。今までやってきたこと、今やってる勉強全部意味ない。親にも恥をさらすことになるし、情けないし、プライドが許さない。そういう俺は好きになれないし自分で許せない。俺の書く生き方をできないなら、ここで死んでも一片の悔いもない。死ぬしかないから殺してくれと言い出す。俺が殺してと頼みましたと今ここに書くから、普通の殺人にはならない。俺が殺してと頼むところをスマホ録画していい。それで殺してくれと言い出す。元彼の性格上、こっちはそれを予想してある。なんかかわいそうだな。どっちも彼氏も変な性癖のせいで死人組穴開けたりして結果このありさまだし、一致も彼氏に復讐のために産むとか苦しめたいから産むとかそういう考えならお前は相当なクズだよ。子供を本当に大切に育てることができると思って産むことをやめないなら話は変わるけど。こっちも法律とか詳しくないけど、法助や手助けはできないよ。死ぬなら一人で死ぬべき。
あるいは、こっちを刺して無理心中でもする？それか一人で妊娠中の彼女を殺した殺人者として生き残る？暴力に訴えられたらこっちには選択権はないけど、生命を救う勉強をしてきた息子がそんなことをしたら、お父さんお母さんは周りからこの先なんて言われながら生きていくんだろうね。こっちは死ぬなら死ぬと覚悟するけど、そっちのお父さんお母さんがかわいそう。元彼、泣き続け、やはりもう少し考えたいという。こっちはもう待った。もう今日結論を出さないならこっちで決めると伝える。誰が一番かわいそうなんだろ。似た者同士だよな。一致への非難があるのも当然だ。若気の至りか、一致の取った行動もまた浅はかであったことは否定できない。しかしこの後、元彼に対しスレミンはついに怒り爆発。一体何が起きたというのだろう。続きは第2話をご覧ください。